ライデン、君の足元にあるのはパイプやケーキをメンテナンスするためのハッチだ。ハッチに向かってアクションボタンを押せば開けることができる。中を確認してみろ。何かが入っているかもしれん。最後の C4 を解体した。センサーに映るものはもうない。よし、よくやった、ライデン。先を越されたな。俺の方はまだ一つ残ってる。スティルマンの方は？間違いない。無臭の C4 だ。しかもすごい量だ。シェルワンにもあると思うか？ある。おそらく A 脚底部のどこか。確かか。この脚底部を破壊するとシェル2はほぼ壊滅する。シェル2が沈むということか？いや、すぐには沈まん。この脚が破壊されてもまだ5脚残っている。ただしシェル1も同時に爆発すればそうはいかない。ビッグシェルは微妙な均衡で姿勢を保っている。シェル1も爆破されれば自重を支えきれなくなり自壊する。どうすればいい？無臭の C4 も探知できるセンサーがある。中性子後方散乱装置と水素爆発物探知機を併用したものだ。そんなものを持ってきたのか？ああ、貯蔵庫の中で調整しておいた。使えるのか？ここで試した。確かに反応する。ただしレーダースクリーンではなく音で知らせる仕組みだ。音？音の感覚だ。短くなるほど接近していることを意味する。分かった。私のいた貯蔵庫にもう一式ある。取りに行ってくれ。ライデン、そっちは頼んだぞ。もう少し調べて冷却できるかどうか試してみる。それまでは手を出すな。分かった。連絡を待つ。スティルマン、センサー B を入手した。そうか。 A 脚底部に向かってくれ。無臭爆弾はどうなった？目の前にあるがまだ近づいてはいない。プリスキンの方はどうだ？もう少し待ってくれ。今最後の脚に到着した。敵兵が邪魔だ。先に排除する。スティルマン、厄介そうなのか？あ、少し妙だ。起爆装置が作動していない。何？だがセンサーは生きている。これは。こちらプリスキン、最後の C4 を発見した。まさか。今から凍結する。これで。プリスキン、待て。やはり。どうした？起爆装置が動き出した。カウントダウンしている。どういうことだ？通常の C4 爆弾の信号が全て消えたらこちらの爆弾が起動する仕掛けになっていたんだ。ライデン、シェル1の爆弾も起動しているはずだ。間違いない。急いでくれ。残りカウントは400秒だ。400秒。ライデン、急げ。A 脚底部に急ぐんだ。ライデン、プリスキン、いいか、よく聞いてくれ。どうした？まずった。何があった？ハットマンにやられた。距離だ。マイクロ波だ。マイクロ波？2メートル以内に近づくと感知する。私の教えていないトラップだ。さっきの仕掛けといい、このトラップといい、爆弾の技術に関する限り奴は私を超えたな。だが、おやさん逃げろ。いや、あと30秒もない。そんなバカな。プリスキン、エッジ極からなるべく離れろ。おやさん、ライデン、近づいてはダメだ。冷却スプレーは離れた位置から噴射するんだ。俺にできるのか？お前ならできる。いや、無理だ。大丈夫、やるんだ。お前ならできる。大佐、爆弾を解体した。よくやった、ライデン。大きな犠牲を払った。ああ。大佐、爆発の影響は？汚染海水を巡らせる経路が破壊されたらしい。シェル2の中央棟が浸水している。それと油膜に引火して海面が炎上している。有毒物質の発生は？今のところは心配ないようだ。ビッグシェルは姿勢維持できるのか？大丈夫だ。シェル1には影響はない。とにかく爆弾の脅威は去った。次の指示は？
大統領の救出に向かってくれ。とりあえずそこから上に戻るんだ。了解。ライデン、爆弾の強制除去に対する報復があった。何？人質が1名殺害された。奴ら屋上でこれ見よがしに頭を撃ち抜いてみせたよ。衛星がはっきり捉えた。クソ。今後1時間ごとに1名ずつだそうだ。どうすればいい？俺はそのまま任務を続行しろ。大統領救出が優先だ。他の人質は？最優先はジョンソン大統領だ。人質に優先もクソもない。ジャック、冷静になって。あなたの気持ちはわかるわ。でもあなた一人では人質全員を救出なんてできない。俺一人ではな。あの男に期待しているのか？無線は通じないようだが。俺一人では任務遂行は無理だ。あの男はシミュレーションには入っていない。あの男はファクターには入っていないのだ。大佐、何だって？君の任務はあくまでも単独作戦行動。シールズの再突入はないのか？まだ目処も立っていない。我々は待つしかできない。君だけが頼りなんだ。分かった。ライデン、大統領の救出に向かってくれ。まず A 脚上部に上がるんだ。やはり生きていたのね。嬉しいわ。私はこの時が来ると信じていた。さあ出てきて私を殺しなさい。父を殺したように。そうもなくお前を殺す。まずい。面白そう。お前、地獄を見たことがあるよね。お前なら私を殺せるかも。私はフォーチュン、戦場で幸運を使い果たす女、そして死を拒絶された女。さあ私を殺して。何してるの？私を殺しなさい。ライデン、パットマンからこちらに直接連絡があった。パットマンから？ああ、ヘリポートにまた仕掛けたらしい。ライデン、君を指定してきている。何？スティルマンが亡くなって次のターゲットは君らしい。なぜ俺なんだ？わからん。こっちはそれどころじゃないぞ。すでにタイマーが起動している。なんてこった。あとどのくらいだ？カウントを表示する。あと400カウントだ。ここを破壊する気だな。デッドセルの目的と奴の目的はすでに違うよ。応援は？ダメだ、今からでは時間がない。爆弾はどっちのタイプか？そこまでのヒントはもらえなかった。クイーン、俺が変わろう。どうしたの？バットマンが暴走している。本当にここを沈めるつもり？そうらしい。このままでは計画が水の泡だ。でもどうして？さあな。奴はただの爆弾魔になり下がったようだ。もう思想も理念もない。ジャクソン隊長への忠誠も。分かった。脱落者は私の手で始末する。あの男じゃなかった？そのようだ。少しは期待したんだけど。クイーンは殺せなかったか？もう用なし。では俺の好きなようにする。じゃあ後で。ば今だ。
そう。バンプ死んだの。なんてこと。死ぬべきはこの私なのに、なぜ私だけが死ねない。また私は死ねなかった。まだ生きろというの。父さん、いつまで生きればいいの。もう許し、お前なら私を楽にしてくれると思っていた。しかしお前に私は殺せない。死ぬことはない。俺は一度死んだ男。バンプ、死にはしない。そうか、時間通りだな。パンクチャルなやつは嫌いではない。デッドセル、俺はファットマン。この世界で最高で最高だ。聞こえるか、このリズム。時の鼓動だ。生命の鼓動でもある。いいだろう、この音。俺は子供の頃から時計売り場が好きだった。人生は限られている。爆弾は時を刻む。そして爆弾だけが正確にその終焉を教えてくれる。貴様、間に合ってよかったな。パーティーはこれからだ。いい味だ。ステルマンに乾杯ってところだな。ビッグシェルを爆破してしまえば、お前たちの要求は叶えられないぞ。要求？何のことだ。現金300億ドル。そういうことか。何を言ってる。何？いずれわかる。まあ奴らが何を目論もうと俺の知ったことではない。俺の望みはただ一つ、爆弾界で伝説になること。バカだ、誰もお前のことなど取り上げない。いや、俺は確実に歴史に残る。ステルマン王も超えた男としてな。奴らに協力した理由はそれだけだ。お前はステルマンを超えてなどいない。何？お前は彼の精神を受け継いでいない。何がおかしい。そんなものは死んだよ、半年前にな。半年前、デッドセルが壊滅した？そうだ、あの地獄の中でくだらんものは全て死んだ。そして俺は自由になった。そうでなければたどり着けない次元というものがある。今の俺こそ爆弾界のトップにふさわしい。お前はただの犯罪者だ。
犯罪者として語り伝えられる。俺はアーティストだ。俺だから粗暴な軍人は嫌いだ。さあ時間だ、そろそろパーティーを始めよう。いいか、俺が爆弾を仕掛ける。セットしてから数十秒で爆発する。爆破されたくなければお前が爆弾を処理しろ。笑う門には福来たる。よし、行くぞ。俺のスーツが、なんてこった。もうパーティーには来ていけない。パーティーは終わった。まだ終わっちゃいない。何？何をした？これは何だ？綺麗な手だろう。この繊細な指が芸術を作り出す。答えろ。これはここに仕掛けてある最大級の爆弾のスイッチだ。無駄だ。一度起動するともう停止はしない。どこに仕掛けた？どこだ？このエリアのどこかだ。心配するな、近くだ。どこだ？撃てよう、もう助からん。くそ、貴様に発見できるか。爆発すればビッグシェルは沈む。どこにある？それは貴様が考えることだ。これがパーティーの見せ場だ。せいぜい盛り上げて奴らを喜ばしてやれ。俺はここで死んで伝説になる。貴様もせいぜい楽しめよ。笑う角には福来た。雷電、よくやった。爆弾は全て除去できたようだな。これで奴らの脅しは一つ無効になった。あとは、はいさ。バットマンは要求のことを知らなかったようだが。知らされていなかっただけではないのか。彼は他のテロリストたちとは違う目的で動いていたようだ。しかし雷電、まだ大統領をはじめ多くの人質がいる。彼らの命が未だ危険にさらされているのを忘れるな。次の指示は、大統領を救出するんだ。手がかりがない。中央党はまだ調べていないだろう。そちらを待ってくれ。コールが入った。繋いでいいか？いや待て、こちらの存在を知られてはまずい。切るぞ。若いの大丈夫か？フリスキー無事だったのか？なんとかな。しばらく気を失っていたらしい。よく生きてたな。仲間に助けられた。仲間？爆弾はどうなった？ああ解除した。バットマンも含め全て。そいつはいいニュースだ。シェル2の様子は？こっちはひどいありさまだ。爆発した H 脚がめちゃくちゃだ。有毒物質の発生は？何？ビッグシェルが爆発炎上すると大量の有毒物質が。そんな話は聞いてないが。え？まあその心配はないようだ。だが爆発の衝撃で中央島が浸水している。長くは持たないだろうな。大統領や人質は？いや、シェル2にはいなかった。おそらくシェル1だろう。早く人質を退避させなければ。ここからマンハッタンまで泳ぎ切れる距離じゃない。救命ボートみたいなもの？いや、装備されていないようだ。考えられないことだがな。ヘリで脱出しかない。そうだ、しかも人数制限付き。情報によれば人質は30人ほどいるそうだ。1回では無理だな。往復するしかない。ヘリの操縦はできるのか？いや、しかしメカオタクの仲間を連れてきている。信用できるやつだ。後で紹介する。プリスキー、今ヘリポートだが敵のハリアが見えない。出払っているようだ。今のうちだな。ハリアに狙われたら終わりだ。大統領？わからない。そっちは任せる。救出は大統領が優先だぞ。それが俺たちの任務だ。お前のだろ。勘違いするな。何？じゃあな。
験は合格というところか。誰だ。名前などなお前と同じ。お前がミスター X。 そう思い立てればそれでもいい。ここでは目につく。ついてこい。お前もフォックスハウンドなのか。敵でも味方でもない。俺はラリルエロの使者。こちらの方が都合がいい。都合？人に聞かれる心配がない。ああ、なぜ俺に接触を？情報供給を含めお前をサポートするように言われている。誰に？なぜ正体を明かさない？お前が知る必要はない。必要あるかどうかは俺が決める。お前に判断する資格は与えられていない。代わりに知る必要があることを教えてやろう。大統領の居場所だ。何？正確には大統領の居場所を知っている人間。誰だ？エームズというシークレットサービスだ。今は人質と共に捕らえられている。シークレットサービス？そうだ。エームズはシークレットサービスの中でも特別な地位にある。大統領のものと同じ要人用ナノマシンが注入されていて、近くにいれば相互に体内通信が可能だ。なぜ俺にそんなことを教える？同じ言葉を何度言わせる気だ。俺がお前を信じなければならない理由もないと思うが。無論だ。しかしお前は信じざるを得ない。そうだろ。他に手がかりがあるのか？人質はどこにいる？人質はすべてシェル1の中央と B1 のホールに集められている。エームズもそこだ。その男の特徴は？男とは限らない。女かもしれない。俺も会ったことがない。それでどうやって探せと言うんだ？聞こえるはずだ。聞こえる？エームズは心臓にペースメーカーを埋め込んでいる。鼓動音にペースメーカーの音が混じるはずだ。一人一人の胸に耳を当てろと。いや、それでは聞こえない。見張りにも見つかるだろう。どうしろと言うんだ？指向性マイクを使え。中央棟のどこかにあるはずだ。これを使え。セキュリティカードだ。セキュリティレベル2の扉が開く。中央棟にも入れる。このカードはパンという人体通電技術を使っている。それと注意しろ。シェル1中央棟はビッグシェルの中で最も警戒が重要だ。その格好では近づけない。これを着るんだ。テロリストの服装？エレベーターに乗る際にはカメラによるチェックがある。これを着ていないとまず通れない。変装をしろと。中央棟と外周部に詰めている兵士は兵装を区別している。その格好で騙せるエリアは限定される。さらに服装だけでは奴らの目をごまかせない。武器のことか？ AK が必要だ。奴らは AN94 を持っていた。中央棟に配備されている兵士は AK を装備している。 AK74U を手にしていないと正体がバレるということか。 AK の方は自分で調達しろ。それとまだあるのか。ホールに入るには網膜パターンのチェックがある。バイオメトリックス。そうだ。こっちは真似することはできん。実際の兵士でなければ認識しない。急いだ方がいいぞ。奴らには核がある。核？奴ら核兵器を持ち込んでいるのか？お前はおかしいと思わなかったのか？大統領を人質に取っているとはいえ、なぜ奴らはここに留まっているのか。逃げ場のないこの孤島に脱出手段も用意せず。たとえ奴らが核兵器を持ち込んだとしても、核弾頭には安全装置が組み込まれているはずだ。起爆コード入力式の。それも奴らが手に入れている。お前も見たはずだ。海軍大佐の切られた手錠。その先につながっていたのが起爆コードの入力装置、ブラックケースだった。それはすでに奴らの手中にある。なぜここにブラックケースを持ち込んだんだ、ただの除染プラントに。答えは簡単だ。ビッグシェルは除染プラントなどではないからだよ。何？
核も奴らが持ち込んだのではない。初めからここにあるものだ。そう、すべては偽装。偽装？一体何の？ここにはメタルギアがある。メタルギアが？そう、あのシャドウモセス事件で公になった核搭載二足歩行戦車、その改良型がここで開発されている。どういうことだ？あとはエイムズに聞くんだな。これは？持っていて損はない。コントローラーの振動をオンにしておけよ。おい、携帯なんて何に使う？大佐、今の男は何者だ？我々の仲間ではない。違う、うちにあんな隊員はいない。このビッグシェルに新型メタルギアがあると言っていたが。初耳だ。大佐、俺に何を隠している？いや、隠し事などしていない。全て話している。それは大佐の知っている全てか、それとも俺に話していいと許可されたことの全てか？バカなことを言うな、ライデン。メタルギアについてはこちらでも調べてみる。君はエイムズに接触してくれ。あの男の言うことを信じろと。他に大統領につながる手がかりがない以上、今は他に方法がない。メタルギアのことも含めて情報を得るんだ。それが司令か？そうだ。敵兵士に変装してシェルワン中央島に潜入しろ。了解。AK を手に入れたようだな。敵の野戦服を着て AK を装備すれば敵兵士に変装できるだろう。覚えておくべきなのは、 AK を装備しているのはシェルワン中央島の連中だけだということだ。他の奴らはロシア陸軍の正式ライフル AN94 を装備している。つまりシェルワン中央島以外では AK を使った変装は通用しないということだ。忘れるなよ。ジャック、ちょっといい？ローズ、頼まれていたスネークの遺体の調査だけど。どうだった？スネークの墓を見つけた。それで遺体は？スネークの墓を掘り起こして DNA 鑑定をしたわ。結果は？右腕が欠損していたものの、ソリッドスネークに間違いなかった。彼はすでに死んでいる。となると今回のテロリストは？スネークを語る偽物。そうか。どうしたの？がっかりしたようだけど。いや、伝説の男に会えるかもしれないとどこかで期待していた。そうね。でも彼は今回の主犯ではない。ライデン、大統領の手がかりを追うんだ。テロリストに化けて中央島に潜入しろ。エイムズを探すんだ。ライデン、そこに囚われている人質たちの中にエイムズがいる。エイムズは心臓にペースメーカーをつけているらしい。心音が違うはずだ。指向性マイクを使って聞き分けろ。心音を聞いてエイムズを特定したら、マイクをその人質に向けたままアクションボタンを押して呼びかけるんだ。その人質が本当にエイムズだったら何らかの反応を示すはず。もし間違ったら、物音を聞きつけて敵がやってくるかもしれんな。場合によっては警備が強化されるかもしれん。迂闊に呼びかけない方が良さそうね。
エイムズにアクションボタンで呼びかけるのはその相手がエイムズだと確信できてからにしろ。もし間違えたら敵に見つかる前にマイクを AK に持ち替えてその場を離れた方がいい。そこで敵に見つかったら退路を断たれた上に増援部隊を呼ばれる。とても切り抜けることはできないだろう。見つかったら終わりだ。変装して敵の目を欺きながらエイムズを探すんだ。いいな。あんたがエイムズだ。あんたがエイムズだな。そのままで聞くんだ。俺は敵じゃない。テロリストに化けて潜入している。いいか、テープを外す。騒ぐな。誰から私のことを。忍者の格好をしたミスター X と名乗る。なるほど。これを外してくれ。私はリチャード・エイムズ。シークレットサービスだ。いや、ラリー・ルレロンに派遣された。君と同じだよ。何？大統領の居場所を知りたいんだろう。時間がない。手短に話す。その前に体内通信に変えよう。ナノマシン経由か。そうだ。声を出さずに会話できる。その方が安全だ。聞こえるか。大丈夫だ。あんた本当に大統領の居場所？ああ、シェル2中央棟の1階に移されたらしい。シェル2中央棟の1階。今もそこにいるのか？いや、今は反応がない。まさか他の人質のように。ん？シール10が突入した報復に人質が殺されただろ。何のことだ。他の人質はともかく奴らは大統領を殺さない。なぜそう言い切れる？ブラックケースだよ。奴らが奪ってきた核兵器を解除するケースのことか。そうだ。奴らはブラックケースを奪った。だがそれだけでは意味をなさない。あのケースは最新ハイテク技術の粋を集めたものだ。合衆国大統領の生体データを用いる暗号システムを採用している。生体データ？大統領体内のナノマシンから DNA 情報、鼓動、脳波、血圧等を送信し、それを鍵とするんだ。最新の超並列コンピューターを使っても破ることはできない。入力は脳波、心拍数等が通常の状態でなければ無効になる。薬物や脅迫で入力させることはできない。つまり大統領本人が自分自身の意思で直接入力しなければ入力は認められない仕組みになっている。その上、入力後も一定時間ごとに ID 確認が義務付けられ、確認が得られない場合コード入力は取り消される。だから奴らは大統領を殺さない。少なくとも核を撃つまではな。ここには本当に核が、新型メタルギアがあるのか？無論だ。ブラックケースのシステムは核兵器の解除だけではなく新型メタルギア起動の鍵も兼ねている。なぜ海上除染施設にメタルギアが？何も聞かされていないのか。全て偽装だ。原油汚染もその原因となったタンカーの沈没も何もかもな。このビッグシェルは新型メタルギア開発を行うために建造された。今回の視察もその進捗を確かめるためのものだった。どういうことなんだ。待て。見ろ、スネークのお出ましだぞ。あいつが？そのマイクで盗聴してみろ。キン、バットマンが死にました。構わん、始末する手間が省けただけのことだ。なぜ我々を裏切ったと思います？さあ、もともと狂人の集まりだ。何をしでかしても不思議ではない。背後を調べさせます。奴らの手先だったと？念のためです。例の侵入者のこともあります。奴の兵装、スニーキングスーツだった。ええ、あのスーツについてはあなたの方が詳しいはず。だがフォックスハウンドは4年前に解体されている。やはり愛国者たちか。シェル2の被害は？汚染海水の循環システムが破損しました。
汲み上げた海水があふれ出し、中央島の下層ブロックが浸水しています。すぐにシェル1、シェル2の連結通路を封鎖しろ。すでに通路にセムテックスと赤外線センサーを設置させました。あれへの影響は？ありません。大統領は？ブラックケースによるコード入力は終了しました。1時間後に再度大統領本人の確認指示が出ます。それが終われば用済みです。それまでは生かしておけよ。分かっています。本体の起動は？もうすぐです。コード入力は終了しています。あとはあの小娘がシステムを起動させるだけです。いつもの手か？いいえ、薬物で何もかもアウターヘブン実現まであと少しか。あのサイボーグ忍者は何者なの？シャラシャラしか。私は知らん。あなたも？今調べている。仲間を疑うな、オルガ。信じろって言うの？親父を見殺しにしたあんたを。2年前のことをまだ言うか。シャドウモセス事件の回読んだわ。オルガよ、この私を疑うのか？あの忍者が私の部下でないことは確かよ。耳心だな。セルゲが生きている。親父がいればあんたになんか従う必要はない。オルガ、セルゲイは私の親友だった。私たちを言ったら殺す。セルゲイの娘よ、いいか、私に自由は向けるな。分かった、後ろから撃つことにする仲間割れは妖精。行くあてのないお前たちを拾ってやったんだ。お前たちがよそで非合法活動できる時勢ではない。せいぜいウェットワークでもするしかないだろう。決して裏切るな。他に行くところはない。また始まったか。キッドめ、俺に復讐しようとでも。その腕の移植にいくらかかったと思ってる？リヨンにいる再移植の国際チームだぞ。フランス人など信用ならん。おかしい、活動が頻繁になってきている。もしかしてあの男が？オセロット、ここは任せたぞ。私は例の侵入者につく。わかりました、キング。あいつは本当にソリッドスネークなのか？そう言っているな。スネークは死んだのでは？確かにソリッドスネークは死んだ。だが奴はここにいる。生きていたのか、あるいはもう一人か。もう一人？いや、まさかな。それより奴らは何を？コード入力は終わったと言っていた。やはり。あんた、ブラックケースは大統領が自分の意思で入力しなければならないと言ったな。ああ。では大統領自身が奴らに手を貸しているということか？そうなるな。一体なぜ？人形でいることに飽きたんだろうよ。我々を裏切るとは愚かな。人形？もう時間がないぞ。奴らは必ず核を撃つ。その前に大統領。核を撃つ？要求のタイムリミットまではまだ時間があるぞ。要求？現金300億ドル。何を言っている。核攻撃は脅迫の手段などではない。それこそが奴らの目的だ。大量虐殺か？いや、奴らは航空で核を使うつもりだ。聞いたことがあるだろう。コンプトン効果やスカラー電磁波。核爆発による電子機器の破壊か？そうだ。大気中で核爆発が起こると5兆メガワットを超える強烈な電磁パルスが発生する。電磁波の強さは数万ボルトパーメートルにもなり、一般の電子機器は全て破壊される。世界経済の中心が機能を停止すれば世界的な大恐慌に陥る。いや、そうではない。デジタルの吹雪を断ち切り、マンハッタンを解放区とすること、それが奴らの狙いだ。サンズオブリバティとはよく言ったものだな。サンズオブリバティ？まずい、オセロットが来る。体内通信を解くぞ。
私のポケットを探れ。早く。セキュリティカードだ。レベル3までの扉が開く。これでシェル2への扉が開くはずだ。いいか、奴らが核を撃つ前に大統領を何とかするんだ。おい、奴が来る。AKに持ち帰ろ。何をしている？私が頼んだんだよ。このままでは苦しいんでね。やはり DIA の偽装技術は二流だな。の、何のことだ。もうとぼける必要もない。正体は分かっている。エイムズ大佐、やつらは大統領が反逆を企んでいることを知っていた。だからお前を監視役に起こした。そういうことだろう。残念だったな。任務は失敗だ。ラリルレロを出し抜くことはできんぞ。それはどうかな。どうした？貴様、測ったな。そうか、オセロット。貴様、お前どこのチームだ？顔を見せろ。おい、こいつは誰だ？いえ、私のチームのものではありません。誰だ？やっと会えたな。エイムズが死んだ。心臓発作のようだった。ああ、残念なことだ。だが大統領の居場所が分かったのでよしとしよう。ここに新型メタルギアがあるのは確かなようだ。そうらしいな。現在調査を行っている。奴らの目的は核攻撃らしいぞ。現金300億ドルではなく偽装だったとはな。大佐、一体何を隠してる？何も隠してはおらん。私も全てを知らされているわけではないのだ。それらの件についてはあらゆる情報網を使って調査をする。もう少し待ってくれ。今問題なのは大統領だ。奴らが行動入力を終了し、メタルギアによる核発射の準備を整えていることは事実のようだ。君は一刻も早く大統領のもとへ向かってほしい。しかし大統領は奴らと。エイムズの話によればな。しかし奴らが大統領を始末しようとしていることも確かだ。裏にはまだ何かある。大統領本人に会って状況を確かめるんだ。それにコードの再確認がなされれば奴らは核を撃つ。いずれにせよその前に大統領の身柄を確保するしかない。ジャック、私も大佐の言う通りだと思う。今は大統領を。分かった。ライデン、聞こえるか？フリスキンか。今までどこに？ちょっとした調べ物だ。今 H 客にいる。そっちの状況は？大統領の手がかりを得た。どこだ？
シェル2の中央棟の1階にいるらしい。そうか、こっちはひどいありさまだ。ここからでは中央棟へは回れない。分かった、これからシェル2へ向かう。シェル1、シェル2連絡橋には赤外線センサーのトラップが仕掛けられている。赤外線に触れるとセムテックスが爆発するぞ。ああ、やつらが話しているのを聞いた。制御装置を狙撃して破壊するんだ。くれぐれもセムテックス本体を撃つんじゃないぞ。破壊しなければならない装置は？双眼鏡で見てみるといい。これがセムテックス。これが制御装置か。ライデン、いいものを手に入れたぞ。いいもの？敵の火薬化だ。飛べるのか？燃料も OK だ。今からシェルワンへ向かう。ファリアはどうした？いや、こっちのヘリポートにはいない。よし、今のうちだ。そっちへ降りる。人質を頼む。中央棟に軟禁されてる。プリスキー、他に人質が捕らわれている場所を見つけたか？いや、そんな気配はなかった。そうか。人質は何人いた？30名弱。うち1名死亡した。何人か怪我もしてる。火薬化の貨物はどう頑張っても13人が限界だ。もう一機の火薬化は？飛べないように細工をしておいた。追跡されては困るからな。そうか。往復するしかない。火薬化を操縦できるのか？民間用の KA-62 の経験パイロットがいる。といっても VR 訓練だがな。機体は軍用型の KA-60 とほとんど同じだから問題なく操縦できるだろう。準備完了だ。ライデン、俺の相棒を紹介する。オタコンだ。オタコン？いや、ライデン、はじめまして。よろしく頼むよ。敵だ、そこにいるぞ。まずい。ライデン、後で話す。大佐、答えてくれ。フリスキンたちは何者なんだ？君の考えていることならわかる。シャドウモセスにオタコンといえば。ハルエメリッヒ博士、シャドウモセス事件での生存者。ローズ。あの事件の後、スネークとオタコンはテロリストとして指名手配された。反メタルギア団体。彼らは世界中のメタルギアを破壊して回った。そして2年前、そのビッグシェルが建造される理由を作った。スネークたちはテロリストではない。ジャック、どうして彼らをかばうの？これまで任務を遂行して感じる。使命感だけではスニーキングミッションは達成できない。単にタフなだけでは。ジャック、大丈夫？それ以上に崇高な何か。そう、的確な言葉が見当たらないが、例えば勇気や理想に裏付けされた強い意志が必要だ。俺にも感じるんだ。シャドウモセスを救ったスネークはテロリストに豹変はしない。それは定かではないが、彼らは2年前タンカーと共に沈んだ。そしてスネークの遺体も回収されている。遺体の DNA 検査も一致。ジャック、あなたの気持ちもわかる。でもスネークは死んでるの。だから彼がハルエメリヒ博士であるはずはない。もう一つ確かなことがある。テロリストのリーダーもスネークではありえない。ていたぞ、愛国者たちの手先。やはりどこかで会ったことがある。お前がボスか？違う、単なるボスではない。ビッグボスを超えるもの。ソリッドスネーク。違う、そいつはスネークではない。兄弟呼ばわりされる覚えはない。私を忘れたか、スネーク。スネーク。ライデン、どいてろ。
私はリキッドとは違う。何か来るぞ。あれがメタルギア。もう起動してしまったのか。
系バンプ。ライデン大丈夫か？そっちはどうなんだ？どうにか着陸した。ヘリは無事か？修理の時間が必要だ。そうか。大統領を頼むぞ。ああ、ちょっと。なんだ？あんたがスネークなのか？死んだはずだ。俺は死なんさ。まだやることがたくさんある。スネーク、あんたが伝説の傭兵として聞きたいことがある。伝説？伝説は人が作るものだ。人が記憶し、語り伝えるものだ。俺は任務でここにいる。自らの意思ではない。できれば今すぐにでもここから逃げたい。なぜ再び戦場に？ライデン、いいか。俺の親友の言った言葉がある。俺たちは政府や誰かの道具じゃない。戦うことでしか自分を表現できなかったが、いつも自分の意思で戦ってきた。なぜ遺体の DNA 検査では？あれはリキッドの遺体だよ。彼とスネークは DNA レベルでは全く同じ。リキッドの遺体？そうさ、世間の目を欺くためのトリック。ある機関が冷凍保存してたのを盗み出したんだ。ちょっと苦労したけどね。そういうことだ。君らは本当に NGO なのか？ああ、僕らは民間の反メタルギア組織さ。どこにも属さない。この地球上からメタルギアを根絶するために動いている。なぜそんな危険なことを？4年前の俺もそう思っていた。アラスカの僻地で自分の殻に閉じこもって酔っ払っていた。僕らは伝える義務がある。世間に、子供たちに。何を？我々人類の間違い、過ちを記憶して伝える、抗議する。そのために生きる。君らが未来を変える？そこまでうぬぼれてはいない。君らのは草の根運動なんかじゃない。テロに近い。そうかもな。僕らの組織フィランスロピーが情報を手に入れたんだ。ここで新型メタルギア開発が行われていて、テロリストがそれを襲撃しようとしているっていうね。垂れ込みなんかとは違う。信頼できる情報だった。だからあんたたちはここに？ああ、それと個人的な理由。こいつの妹がビッグシェルにいるらしい。俺たちは誰の使いでもない。俺たちの意思で俺たちの戦いをしている。俺は誰のためにも戦っていない。これはミッションだ。大丈夫ジャック？かろうじて。もう私、心臓がどうにかなってしまいそう。ああ、悪気はないんだが。ええ、分かってる。私も強くならなくちゃね。祈ってくれ。俺が無事で帰れるように。大丈夫、帰れるわ。私がついてる。心強いよ、本当。この状況ではね。大佐、メタルギアはもう起動してしまった。まだ間に合う。大統領を確保して、高度の再確認を防げば、核攻撃は阻止できる。大統領のもとへ急げ。シェル2の中央塔だ。衛星からの映像では L 脚の向こうまで行けば中央塔へ行けそうよ。今のところ中央塔はまだ浮かんでいるようだ。その手すりを伝っていくしかない。途中でパイプに飛び移れ。外周脚で無事なのは L 脚だけみたい。さっきの攻撃変ね。彼らもうここは必要ないみたい。大佐、聞いていたろ。スネークだった、あの男は。そうかもしれん。かもしれん。決して気を許すな。なぜ？彼らとの協力はシミュレーションには入っておらん。不確定要素だ。何でもシミュレーションなんだな。実際に戦って血を流してるんだぞ。落ち着いて。そうだ、冷静になれ。もし彼らがスネークであったとしても君の任務には何ら変更はない。大佐、あんたは以前スネークと共に戦ったはず。わからない。シャドウモセスの真実によると大佐とスネークは。そんなゴシップ記事は意味がない。いいな。
奴が、スネークが現れた。シェルワンだ。あの男は親父の仇。冷静になれ、オルガ。的な感情で計画は変更できん。いい？あんたの命令には従わない。2年間この日を待っていたんだ。親父が眠る同じ海底に沈めてやる。待て、あれの軌道が先だ。オセロットはどこに？こちらにはいない。男、信用できない。何を言う、同志ではないか。奴は同志ではないわ。親父を見殺しにした男。オルガ、その話は後だ。これからあれの最終準備に入る。分かったわ。私もそっちに戻る。シェルワンとの上部連絡通路は使えない。ヘリは？カモフは使えない。エル客から海面のオイルフェス。うちの兵士たちにも撤退の連絡を。まだだ。彼らの修行は最後にする。まだ侵入者が片付いていない。スネーク、もう一人の悪運は強いみたいね。そう、あの爆発でも生き延びたのか。いいか、オルガ、高度の再確認まであと1時間。それまで大統領には生きていてもらわねばならん。大丈夫、中には誰も入れない。さあ、高圧電流を起動して。分かった。高圧電流のスイッチを入れた。大統領が中からあの装置を破壊しない限り扉が開くことはない。素手では壊せないわ。分かった、早く戻ってこい。それと、いい？なんだ？全てが終わったら私たちは国に帰る。そのための資金半分もらうわ。まあいいだろう、約束だからな。これからは自分たちのために生きる。この国に残りたい人がいれば面倒を見てくれるわよね。大佐の部隊は有能だからな。もうみんな自由になってもいい頃。ロシアの再建はいいのか？親父は死んだ。世の中もか。好きなようにしろ。最後にいい？もう一度言うわ。私たちを裏切らないこと覚えといて。お互い様だ。大統領が軟禁されている部屋に到着した。そこは大丈夫か？浸水はしていないが扉には近づけない。高圧電流が流されている。なるほど。上は歩くな、黒焦げになるぞ。どうすればいい？シャドウモセス事件を思い出せ。あの事件の VR 訓練をな。電源パネルを破壊する？そうだ。しかし中には入れそうもない。通気ダクトがあるだろう。ああ、ダクトの穴なら。リモコンミサイルを探すんだ。リモコンミサイルならダクトを通過することができる。それで室内の電源パネルを破壊すればいいんだな。そうだ。ただし大統領には当てるなよ。大統領にもナノマシンが注入されているんだろう。周波数が分かれば呼びかけることもできるが。いや、こちらからも何度かコールしているが通じない。そこの壁は通信を妨害する素材でできているようだ。なるほど。エイムズが反応を見失ったのはそのためか。だがノードに接続すれば彼の位置は確認できるはずだ。分かった。まずはリモコンミサイルを探せ。大佐、ビアンは完全に浸水しているようだ。泳いで進むしかないな。泳ぎなら大丈夫だ。パンチボタンを押すと水をかいて前進する。連打すれば早く泳ぐことができるぞ。泳ぐ方向は左スティックで変えられる。上で上、下で下、左右でそれぞれの方向を向く。水中にいる間、ライフゲージの下に O2 ゲージが表示される。 O2 ゲージが1回の息継ぎに相当する。O2 ゲージがゼロになると続いてライフが減るぞ。注意するんだ。リモコンミサイルを手に入れたな。シェル2中央棟の1階に向かえ。電源パネルを破壊して大統領と接触するんだ。核発射コードの再確認がなされる前にな。急げ。
何なんだ、何をするつもりだ、ジョンソン大統領。やはり来たか。なぜ俺を。その装備はスカルスーツ、まだ実戦には投入していない最新式のものだ。怪我は？変わったやつだな。これから殺す相手の体をなぜ気遣う。裏切り者を始末しに来たんだろ。何をするんです。男か。ではお前は一体何者だ。ホックスハウンド。ホックスハウンド、そうか、そういうことか。なるほど。体内通信に切り替えよう。聞かれるとまずい。わかりました。聞こえますか。おう。大統領、テロリストたちは核発射のコード入力を終了したと。そうだ、私が自分で入力した。やはりあなたは奴らと。2時間前まではな。今はバイタル ID の再確認が終わるまで生かされているだけの身だ。裏切られた。いや、私は継承を望み、彼らは破壊を欲した。なぜテロを。権力に加わるためだ。あなたが権力でしょう。私は戸様だよ。私に実権はないのだ。本当の権力は愛国者たちのもとにある。愛国者たち。この国の真実だよ。知らないのは当然だ。彼らの存在を知っているのはコードワードクリアランスを持つ者の中でもごく少数に限られる。政治、軍事、経済、この国のあらゆる決定は彼らが下している。無論大統領の選定も含めて、彼らこそ我が国を真に支配する者たちだ。そんな。信じられないのも無理はない。だが事実なのだ。宇宙防衛の重視、所得税率の引き下げ、 NMD の推進、私が行ったとされている全ての政策は彼らの指示によるものだった。宇宙防衛は議会から。それも愛国者たちの演出だよ。議会はただの演芸場だ。民主主義など教科書のページを埋めるためのお題目でしかない。それとも君は民意が社会に反映されるのを見たことでもあるのか。いや、全ては愛国者たちの利害と思惑に基づいている。それを見栄えのいい建前で取り繕ったショーのことを君たちは政治と呼んでいるんだ。そんな目で見るな。精神鑑定なら受けているよ。いや、そういう意味では。愛国者たち、私にも彼らの正体はわからん。おそらくは財界や政界、軍のトップの連合体だが、誰が愛国者たちなのかはわからない。全てはカットアウトを通じて指令される。私が知らされているのは12人の老人たちによる最高意思決定機関賢人会議が全てを決めているということだけだ。あなたやホワイトハウスは。彼らのお気に入りのポーン、ただそれだけだ。彼らに従ったおかげで単なる田舎議員の息子が合衆国大統領になることができた。無論それなりの代償は払わされたがな。代償？だがどこまで行ってもポーンはあくまでポーンに過ぎない。私にはそれが耐えられなかった。自分自身のものを残したかった。しかしそれすらも。君にもいずれわかる。私の望みは愛国者たちの一員となること、彼らの支配構造に加わることだった。使い捨てのポーンとしてではなく。それがテロを起こした理由。そうだ、新型メタルギアもあくまで取引材料として使うつもりだった。だったとは。私は見くびっていた。ソリダスは本気で彼らに戦いを挑もうとしている。奴は世界を壊すつもりだ。どういうことです。君が信じようと信じまいと、世界の均衡を保っているのは愛国者たちなのだよ。
この国に渦巻く利害を調整し、結果を分かりやすい物語にして大衆に提供する。その機能が停止すれば、いや、その存在が公になっただけでどうなる。巨大な政治的真空が生まれる。その空位を貪欲な豚どもが見逃すはずがない。すぐさま共食いが始まるだろう。世界中であらゆるタガが外れる。紛争、内戦、恐慌、誰も制御することはできない。彼らは戦ってはいけない相手なのだ。世界を混乱させるのはあなたの本意ではないと。そうだ、私には破滅を望むことができなかった。だが奴は言ったよ、それが私の限界だとな。ソリダスとは一体何者なんです？私の前任者はジョージ・シアーズだが、それも単なるワークネームに過ぎ、奴のコードネームはソリダス・スネーク。ソリッド、リキッドに次ぐ3人目のスネーク。恐るべき子供たち計画の生き残り、固体でも液体でもない金星の取れた傑作。だからこそ愛国者たちは奴を選んだのだろう、大統領としての。だが4年前奴は独断であの事件を起こし、彼らの不評を買った。4年前、シャドウモセス事件。そうだ、当時ダーパの局長ドナルド・アンダーソンをはじめとする一部勢力がメタルギア・レックスと新型核弾頭の開発を進めていた。だがそれは愛国者たちの意に沿わぬものだったのだ。そこでソリダスは独自の判断で腹心のオセロットを使い、リキッド・スネークをけしかけ、あの事件を起こさせた。奴はレックスと新型核弾頭のデータを手に入れることに成功した。しかしそれによってレックスとゲノム兵の存在が明るみに出てしまうという結果も招いてしまった。それが愛国者たちを怒らせたのだ。そしてソリダスは大統領の座を追われた。辞任ではなかったのですか？公にはな。そしてその後任のポーンに選ばれたのが私というわけだ。あなたの選挙戦は面白いショーだっただろう。大衆を満足させるためのイベントも多く盛り込んであった。民主党も共和党も愛国者たちの意図に沿って踊っただけだ。全て彼らの筋書き通り。しかし予定外の出来事もあった。ソリダスは辞任後病死するはずだった。暗殺か？そうだ。だが奴はオセロットの手を借り地下に潜伏した。そして愛国者たちの追撃をかわしながらデッドセルを手なずけ、ゴルコビッチ大佐の部隊を懐柔し、時を待った。時？愛国者たちと対等に渡り合う機会、新型メタルギアの完成だ。愛国者たちが全勢力を傾けている最重要プロジェクトを奪えば、彼らの急所を抑えることができる。それが彼らに対抗できる唯一の手段だった。あれが手に入り次第奴は戦争を始めるだろう。そうなる前に奴を止めねばならん。メタルギアはもう起動してしまった。いや、まだだ。君が見たのはメタルギアレイ。2年前にオセロットが海兵隊から奪ったものだ。新型メタルギアではない。では新型メタルギアとは？ここだ。このビッグシェル全体が新型メタルギアなのだ。なんだって？君が見てきた上部構造は偽装だ。海洋除染施設の体裁を整えるためのな。本体は基底部から海底に建造されている。連絡エレベーターはシェル1中央棟の B2 だ。アーセナルギア、それが新型メタルギアのコードネーム。アーセナル。そうだ。核弾頭を含む数千以上のミサイル兵器を搭載し、量産型メタルギアレイの群れに護衛される鉄壁の要塞。量産型ですって？もともとメタルギアレイは海兵隊が世界中に拡散したメタルギアの亜種に対抗するために計画したものだ。だが愛国者たちはそれをアーセナル護衛用に再設計したのだ。はい、メタルギア兵器をメタルギア護衛用に。皮肉なもんだろう。だがそれだけではない。アーセナルギアは戦術ネットを通じて核兵器を含む合衆国4軍の全兵力を掌握することができる。まさにこの国の中枢となるべくして作られた存在なのだ。そんな馬鹿げた兵器を一体？兵器？それは違う。アーセナルギアは単なる軍事力などではない。
世界を保全するための手段、新しい支配の確立、愛国者たちがこの国の真実であり続けるための要なのだ。彼らは今支配を脅かされ焦っている。何からです？デジタルによる真実の反乱、世界の窒息といったところかな。それを逆にデジタルによってつなぎ止めるためのメソッド、それを具現化するためのシステムがアーセナルに搭載されている。それこそがアーセナルの本質なのだ。本質？ GW、 それはそう呼ばれている。愛国者たちの切り札 GW とアーセナルギアの完成は、すなわち愛国者たちによる新しい支配の完成を意味する。それを奪えば彼らと対等な立場に立てるはずだった。対等な取引もな。取引？だが奴は。そう、ソリダスは取引ではなく逃走を望んだ。奴がやろうとしているウォール街上空への核攻撃も、彼らの支配を断ち切り解放区を形成するためだ。奴はそれをアウターヘブンと呼んでいた。アウターヘブン？もう時間がない。アーセナルギア起動の鍵はブラックケースが兼ねていたが、私が入力してしまった。次期に GW は外部と接続を開始し、アーセナルギアの機関部も始動する。そうなる前に奴を止めろ。それが君の役割だ。役割？動き出したあれを止められるのはエマ・エメリッヒしかいない。彼女を探せ。エマ・エメリッヒ。アーセナルギアのシステムプログラマだ。この中央棟の B1 で監禁されているはず。この下は浸水しているのでは？いや、彼女はまだ生かされている。残っているプログラマは彼女だけだ。オセロットが言っていた。 B1 の北西にあるロッカールームだ。急げ。通信を解くぞ。カード読んだ。これで奥まで進める。エマはその先だ。これを彼女に渡せ。何です？ GW とアーセナルギアの制御機能を破壊するものだ。エマを連れてシェルワン中央棟 B2 の電算室へ向かえ。彼女ならそこからこれを機関システムに侵入させることができる。コンピューターウイルス？そうだ。特定の遺伝子を持った者だけを死に至らしめるウイルス兵器、フォックス大をモデルにしている。どうしてあなたがこんなものを？愛国者たちが保険用に作っていたものだ。オセロットも私の体は改めなかった。早く行け。それを使う以外にアーセナルを止める方法はない。さて、君に与えるべき情報は全て話した。あと一つなすべきことをなせば、それで私の役割は終わりだ。私を殺す。何をするんです？時間がない。バイタル ID の最終チェックがもうすぐ始まる。今のうちだ。私が死ねば少なくとも核発射は不可能になる。やめろ。さあ引け。それが君の役割だろう。引くんだ。喋りすぎだ、大統領。いや、今や元大統領。なぜだ？なぜ大統領？手元が狂ったとでも言っておこう。また会おう、運び屋。オーナー、これでいい。これで自由意志が存在しないならば、服従と反逆の間に違いはない。私にできるのは自分の役割を終わらせることだけだ。お、自由に、楽にさせてくれ。何を？エマを探せ。アーセナルを止めろ。大統領としての最後の命令だ。頼んだぞ。カイザー、大統領が死んだ。ああ、残念なことだ。俺はこれからどうすれば？君の目的は大統領の救出とテロリストの武装解除だった。だが今からは大統領の最後の命令を果たすことが君の任務となる。ライデン、アーセナルギアを止めろ。このビッグシェル全体がメタルギアだという話を信じろと。
私のセキュリティクリアランスでは確認することはできなかったが、大統領本人の言葉だ。間違いないだろう。彼自身がテロに加担していたとしても、だからこそ信憑性が高いとも言える。それに大統領は君に自分を殺すよう頼みすらした。核発射を無効にするために。彼が死んだおかげで核兵器の行使権限は副大統領に移った。これで奴らの核兵器はただの飾りに。大佐、俺が大統領を殺すべきだったとでも？そうではない。彼の言葉は信用していいのではないかと言いたいのだ。ジャック、私もそう思う。愛国者たちとかいう連中についての話も信じろと。それについては初耳だ。調査する。ライデン、時間がないぞ。エマを探し出すんだ。彼女はその中央島の B1 だろう。アーセナルが動き出す前に彼女を見つけ出すんだ。急いで、ジャック。大統領の死を無駄にする気か？了解。ライデン、そっちはどうだ？スネーク、大統領が殺された。なんだって？すまない。核発射コードの再確認は済んでいたのか？いや、最終のバイタル ID チェックの前だった。ということは、奴らは核を撃てなくなったわけだな。だが、あの男オセロットは明らかにわざと大統領を殺した。どういうことだ？わからない。大統領が死ねば核が撃てなくなることは奴らも知っていたはずだ。バイタル ID チェックを回避して核を撃つ方法がある。あるいは核以上の何かがあるということだろうな。アーセナルギアには。知っていたのか、アーセナルギアのこと？ああ。なぜ教えてくれなかった？聞かれなかったからな。ビッグシェルが偽装だということも。ああ、このビッグシェルは一応海洋除染施設の体裁を整えてはいる。だがエイムズや大統領の言った通り、それは偽装だった。海水除染は申し訳程度にしか行われていないし、破壊されても有毒化学物質など発生しないだろう。いつからそれを？確かめるには時間がかかった。調べがついたのはお前があの爆弾魔を処理した後くらいだな。アーセナルギアがここで建造されているのは確かだ。おそらく2年前のあの時から仕組まれていたんだろう、全てがな。2年前、この場所で本当は何があったんだ？これが2年前俺が撮った写真だ。ニュースやウェブサイトで見たよ。有名な写真だからな。スネーク、あんたがタンカーを沈めたという報道だった。そうだ、利用されたんだ。俺もオタコンも。新型メタルギアの写真を公にして政府を威圧する予定だった。2年前のハドソン川、俺たちはメタルギアの新型が極秘裏に輸送されるという情報をつかんだ。今思えば疑うべきだった。俺はメタルギア開発の証拠をつかむため偽装タンカーに潜入した。だが同時にゴレルコビッチの率いる部隊が船を襲撃し制圧した。その部隊にオルガとオセロットも加わってたんだ。奴もだ。奴？死んだはずの男だ。彼らの狙いもメタルギアレイだった。だけどオセロットはゴルルコビッチ大佐と海兵隊司令官スコット・ドルフを殺してレイを奪った。裏切り。奴らがどんな取引をしていたのかは知らん。だがあの時オセロットはこう言った。返してもらうとな。そしてオセロットは海兵隊ごとタンカーを沈めた。よく無事だったな。オタコンが小型艇を用意してくれていた。沈没するタンカーに巻き込まれないようにするのが大変だった。我ながら奇跡に近い。全ては僕たちをおびき寄せるための罠だったんだ。サイファーで撮影されたスネークの写真が大々的に公開されたんだ。僕たちは史上最大の環境汚染テロの犯人として指名手配された。奴らはメタルギアを破壊して回る俺たちの行動を封じようとしたんだ。なぜスネークなんだ？スネークはシャドウモセス事件の後一種のヒーロー像となった。愛国者たちはそれが気に入らなかったに違いない。奴らのことは知ってたのか？ああ、ある程度はね。なるほど。スネークは彼らが選択した英雄ではない。それで汚名を残そうとした。愛国者たちに敵対する者への見せしめって意味もあったんだろう。奴らの狙いは何だったんだ？あんたたちを罠にはめるため。いや、ことは簡単じゃない。ドルフ司令官が海兵隊で進めていたメタルギアレイ計画は当時から海軍で進められていたアーセナルギア計画に対抗するものだった。
つまりメタルギア霊計画自体が愛国者たちにとって邪魔なものだったんだ。だから奴らは理想タンカーを襲い霊を奪った。アフターフローも完璧だった。すぐに原油を満載した本物のタンカーをもう一隻持ってきて沈めてみせた。ここでアーセナルギアを建造するための偽装として。俺たちは利用された。まんまとはめられたんだ。ゴルルコビッチ大佐も娘のオルガも、全てはオセロットが仕組んだ。黒幕はソリダス、ソリダスがオセロットを使ってレイを、いや彼は当時地下に潜っていた。では愛国者たちが、じゃあオセロットはなぜソリダスと共にいるんだ。何、いずれわかるだろうさ。だが今はこれ以上考えている時間はなさそうだ。核が使えなくともアーセナルには莫大な量のミサイル兵器がある。そうだね、奴らがそれを手に入れたら。ライデン、エマのところへ急いでくれ。待ってくれ。そのエマ・エメリヒというのがあんたたちが言っていた。そう、僕の妹だ。彼女はここで何を。わからない。彼女は確かにコンピューターの天才だ。でも専門はニューロ AI と複雑性理論を応用した超多変量情報解析で、兵器開発じゃないんだ、とにかくアーセナルを止めるには彼女の力を借りるしかない。ライデン、彼女を頼む。わかった。ライデン、聞こえる？僕だよ。そっちの状況はどうだい？浸水がひどい。踏み上げた海水が流れ込んできている。そうか、やっぱり。EEのことだけど、どうしても言っておきたいことがある。心配するな。彼女は助ける。彼女、水が苦手なんだ。水が？ああ、6歳の時に家のプールで溺れたんだ。僕の親父と一緒に。泳げなかったのか？そうじゃない。泳ぎは得意だった。よく2人で泳ぎに行った。あの事故が起こるまではね。僕はあの時自分の部屋に行った。イーはずっと僕に助けを呼んでたらしい。お兄ちゃんが助けてくれる。お兄ちゃんが。僕の部屋からはプールがよく見えたんだ。でも僕は気づかなかった。何してたんだ？その時僕は。エマは助かったの？ああ、幸いね。親父は助からなかったけど。あんたはそのことで自分を責め家を出た。いや、そうじゃないが、彼女はそう思っているかもしれない。僕はイーイを裏切ったんだ。それがトラウマになって泳げないと。あ、あれから直接は会ってないけど、彼女たちがイギリスに帰ってしばらくしてから手紙が来たんだ。母親のジュリーから。あれ以来イーイが泳ぐことがなくなった。水着を着ることもなくなったって。そのトラウマが生きているとするとまずいな。中央島の B1 はほとんど浸水している。なんとか彼女を勇気づけてやってくれ。こっちが勇気づけてほしい状況なんだが。カモフの修理にまだ時間がかかる。悪いが手が離せない。エマのことは頼む。水中でのミッションは初めてなんだが、なんとかやってみる。今のうちにマップを頭に叩き込んでおくことだ。エマを連れて進むことになる。頼むよ。中央島は俺の方が詳しい。 C4 解除で一通り回ったからな。何か聞きたいことがあれば無線連絡をくれ。わかった。やはり生きていた。あいにく地獄が満員でな。
やはり人間の筋肉は雄弁だ。全てを前もって物語る。いつどちらに動くか、どこに銃口を向けるか。だが貴様の筋肉は変わっているな。楽しめそうだ。待っていた甲斐があった。待ち伏せ。貴様が邪魔になってきた。アーセナルを止めさせるわけにはいかない。小娘はこの先だ。もう用はないが、貴様をおびき寄せるために生かしておいた。イワンの言うこともたまには当たる。エマは無事なんだな。先ほどまではな。だが浸水が激しくなってきたようだ。そろそろ溺れている頃かもしれんぞ。大統領を殺して核攻撃を防いだつもりだろうが、そうはいかない。俺はやってない。アーセナルにはまだ純粋水爆がある。純粋水爆？核爆発ではなく、レーザーや磁気を利用した断熱圧縮により重水素を核融合させるクリーンな核兵器。現大統領が始めた極秘プロジェクトだ。ソリダスも知らない。実験段階の純粋水爆は通常の核兵器とは管理方法が違う。それはアーセナル起動とともに発射可能になる。核は撃てるんだよ。半年前のあの時、俺たちは信じるものを全て失った。残ったのは仲間殺し、民間人虐殺の汚名だけ。全て奴らの謀略だ。世間のクズどもは奴らの用意した嘘に霊従し、俺たちには耳を貸そうともしなかった。俺たちの望みは奴らの完全な抹殺、そして奴らに手なずけられたこの欺瞞に満ちた世界の破壊、それだけだ。狂ってる。どうかな、俺たちだけがまともなのかもしれんぞ。アーセナル起動最終確認が終了した。総員アーセナルに移動しろ。聞いた通りだ。アーセナルは動き出した。クソ。止める方法はあの小娘に貴様の持っているウイルスを使わせることだけだ。なぜそれを？残念だがその機会は与えられない。貴様はここで死ぬ。この下は海水ではない、生物反応層だ。吹き込まれ続ける酸素が浮力を奪う。一度落ちれば浮き上がることはできない。あの世行きだ。さあ来い。大佐、アーセナルギアの最終チェックが終わったらしい。早くエマを助け出せ。彼女に大統領からもらったウイルスを入力させるんだ。彼女を救出してシェル1中央棟 B2 の電算室へ連れて行け。スレイク、聞こえたか？間に合わなかった。アーセナルが動き出す。ああ、聞こえた。人質の救出は後回しだ。俺はエマを助け出す。分かった。俺たちは電算室を確保する。やはりエマでなければウイルスを侵入させることはできないらしい。あんたの相棒でもダメなのか？できればやってる。ここのセキュリティはよくできてるよ。短時間じゃちょっと手が出せない。そういうことだ。エマを連れてきてくれ。分かった。安心してくれ。ちゃんと兄弟を対面させてみせるさ。どうした？イーイとは長い間会ってないんだ。だからすぐ会えるじゃないか。いや、僕には彼女に会う資格はないんだ。事情があるようだが時間がない。
エマはその部屋の北にあるロッカールームだろう。ライデン、頼むぞ。分かった。大丈夫か？あなたは？俺はライデン、助けに来た。助けに？嘘！今度はどこに連れて行くつもり？何を言ってるんだ。俺は君を助けに来たんだ。よし、それじゃこうしよう。君にもナノマシンが。どうなんだ？ええ、このプロジェクトに関わる者には全員。それじゃ可能だな。聞こえるか？体内通信。そうだ、俺の体内にもナノマシンが注入されている。あいつらとは違う。そういうことだ。で、私を助けるのが任務？俺はアーセナルを止めに来たんだ。協力してほしい。あれを止められるのは君しかいないと聞いた。誰からそんなこと？大統領。本当に？一緒にシェルワンに来てくれ。君のお兄さんが待ってる。お兄ちゃん？とにかくここを出よう。いつ浸水するかわからない。泳げないんじゃない。エマ、君は泳げたんだ。どうしてそのこと？君のお兄さんに聞いた。本当にここに？あ、君を助けるため。嘘よ。あの男がそんなことをするはずない。嘘じゃない。シェルワンで君が来るのを待ってる。信じられない。あの男は私を捨てたの。私たち親子をね。父が死んだ一番辛い時に、あいつは自分だけ。エマ、恨み事は後でいくらでも聞く。ここから離れよう。いや、水は嫌い。無理よ。泳げない。泳げない。君は泳げるんだ。いや、大丈夫。君は泳げるんだ。水中が怖くて、あのブルーの世界が目を開けてられない。吸い込まれそうになる。分かった。目を閉じて俺に捕まってろ。私、奴らに何か撃たれたの。体が、足が自由に動かない。エマ、息を止めてるんだ。それだけでいい。まずはこの先の第二ろ過室まで行く。そこで一休みしよう。息を止めてればいいの？ああ、そうだ。どれくらい？ほんの少しだ。本当に？嘘じゃない。俺が潜ってきたんだ。やっぱりダメ。息が持たないわ。エマ、こうしよう。俺の心臓に耳を当てておくんだ。心臓？鼓動の数を数える。一つ、二つ、他のことは考えるな。100まで数えたら目を開けろ。向こう側についてる。苦しくなったら合図を送れ。そしたら？できる限り急いで向こうまで行く。しっかり捕まっておけ。さあ、行くぞ。目をつむってるだけね。さあ、深呼吸して。1、2、3。待って！なんだ？コンタクトとかにしないのか？目は悪くないから。これ、伊達メガネなの。今時の女の子らしくないな。目が昔、
好きな人がかけてて。初恋か何か。もっと大切な私のお守り。そうか。さあ行くぞ。私が。大統領はどうしたの？さんたちが迫って。私が。大統領はどうしたの？本当に君なのか？ええ、ウイルスというよりワームクラスターだけど、 GW の大脳部分に侵入して神経接続を無意味化する自己プログラム。 GW が何だか知ってるのか？ええ、だって私が作ったんだもん。愛国者たちという連中についても知ってる。死んで。だけど教えてくれないか、君の知っていること。いいけど、でも言葉にできない。ああそうだった。エヴァ、いいかい？ええ、大丈夫。大統領は GW とアーセナルギアが愛国者たちの切り札だと言った。そうね、そう言えるかも。一体どういうものなんだ？世界規模の情報統制を行うための超大規模情報処理システム。情報処理システム？ええ、愛国者たちが支配を継続していくための社会装置。なんだそれは。現代ではあらゆるところから情報が生まれて流通する。高速通信網の整備とピアツーピア技術の発達でサーバに集約されていた情報が個人に分散されるようになって、その流れはますます加速してるの。彼らはそれに強い危機感を持ってるみたい。近いうちに支配する側が支配される側に取り込まれてしまうんじゃないかってね。例えばあなたはソリッドスネークの反メタルギア活動を知ってるでしょ？ああ少しは。それが一番の証拠。ソリッドスネークの名は愛国者たちにとって最も公害されてはいけないものなの。それは一例に過ぎない。政治家の醜聞、企業の不正、今までなら愛国者たちの力で隠されていた事実が簡単に暴かれてしまう。現行のシステムでは個人から発信される情報を抑え切ることはできないの。だから新しいシステムでデジタル化された全ての情報統制を行う。高度な情報は段階を経てクリアランスがつけられ、一般公開から削除されていく。これが動き出せば数年で様々な情報は歴史から一斉に削除されることになる。誰かが気づくはずだ。いいえ、人の記憶容量は極めて小さい。人の寿命も短い。永遠に残るのはデジタル化されたものだけ。劣化しないから。バカな。例えばアルファベットは26文字だと思われている。でも本来は30文字だったかもしれない。その削除された4文字をプログラムで統制しているとしたら。ありえない。いいえ、それはすでに行われつつある。じゃあ人の遺伝子数はいくつか知ってる？3万から4万個？ええ、今世紀の初めにそう発表された。でも本当はそれ以前の学説通りの10万個なの。残りの6万個が愛国者たちに情報統制されている。嘘だ。それが嘘だとどうしてあなたにわかるの？遺伝子がどんなものかあなたは本当に知っているの？研究機関なら。もちろん研究論文も全て情報改ざんされているわ。そしてそのうち自分が間違いであったと錯覚する。GW は人の歴史を後世にどう残すか、それを愛国者たちが決めるためのシステム。つまり愛国者たちに都合の悪い情報を削除する大掛かりな検閲装置ということか。ええ、それを行う中枢システムの物理的実体がアーセナルの中にあるの。 GW、 世界に一つしかない980兆ハメットの複雑さを持つ光ニューロ AI。 それが理由か、ニューロ AI と複雑性理論の専門家の君がメタルギア開発に関わっていたのは。それだけじゃないけどね。え？ま、きっと事情があるんだろうな。うん、わかるよ。そう。ではアーセナルギアは GW を守るために建造された？ええ、核兵器を含めた最高の武装を持ち、サイバーテロ対策も完璧。物理的にも論理的にも史上最強の要塞、 GW の器。だがその AI だけで全てを制御できるとは思えないが。ええ、GW はあくまでもシステムの中枢。何を残すか、何を削除するかを判断するためのね。それを実行するサブシステムはすでに社会に埋め込まれている。どういうことだ？
前世紀末にコンピューター業界を襲ったあの大騒ぎを覚えてない？ Y2K 問題か。そう、まず政府が中心となって対策プログラムを全世界に提供、配布した。インターネットを最大限に使ってね。合衆国政府はもとより世界各国の国家機関、主要施設すべてにこの対策が施された。個人端末に関しても対応として配布された OS のアプリケーションに同じプログラムが混入されていた。その中に愛国者たちのプログラムが仕込まれていたろ？ええ、もちろんそれ以降に作られたものには初めからそのシステムが組み込んである。そんなバカな。どうしてそう言えるの？コンピューターがどうやって動作しているのかあなたは知ってるの？この通信がどういう原理なのかだって本当は分かってないでしょ？誰も知らないけど、そのシステムは実在する。そしてそれらはもうすぐ一斉に動き出す。ソリダスが核爆発でマンハッタン全ての電子回路を焼き切ろうとしているのはそのため？そうかもね。でもシステムはまだ完成しているわけじゃない。え？状況を判断するためのファクターが不足してるの。その複雑さを GW に学習させるために大規模な実験を近日中に行うって話は聞いていたんだけど、突然こんなことが起こって。エマ、これはテロだ。君が悪いんじゃない。うん、そうね。うん、とりあえず私が知っているのはこれくらいかな。そうか、ありがとう。じゃあ電算室へ急ごうか。鳥は無事電算室にいた。あのうるさい鳥。失礼ね、オウムよ。私の無二の親友、唯一の話し相手。あれなら無事だ。よかった。昔炭鉱夫はカナリアを連れてた。有毒ガスなどが発生したら分かるようにね。ここでもそれを？いえ、私は話し相手が欲しいから。さ、そろそろ行こうか。今度はさっきよりも長いぞ。頑張ってみる。それと目は絶対開けるな。何かあるの？死体が浮いてる。だがその後は暗闇だ。何も見えない。その頭に刺してる棒は？これ塗り箸。髪飾りと髪留め、欧州や南米じゃ有名なのに知らないの？知らない。君は物知りだな。可愛いだけじゃなく。そう、私は可愛いだけじゃない女よ。さあ行くぞ。